岡谷エレクトロニクスは国内大手の自販機メーカーサンデンやインテルなどとともに透過型ディスプレイを搭載した次世代自販機のコンセプトモデルを開発しました。このコンセプトモデルにはフル HD 解像度を持つ65インチの透過型ディスプレイが縦に配置されており、ディスプレイの背後に置かれている実際の商品をガラス越しに見せながらディスプレイ上に高精細な文字や写真、フラッシュアニメーションなどを表示できます。今回ですね、インテルなんですけれども、サンデーブリッジコア i5 という機能を搭載し、また AIM という機能を搭載し、人認識の方を可能にした自販機となっておりますので、男性、女性、またお子様、お年寄りのお客様、皆様のことを認識することができる自販機となっております。この自販機は客がいない間は大きなデジタル時計や動物キャラクターのアニメーションなどを表示して通行人の興味を引き、客が自販機の前に立ったら匿名ビデオ解析により客の属性を推定し、その客に応じた広告コンテンツを表示します。今回のデモですけれども、コスメティックスやワインなど非日常的な製品を自動販売機で購入できるというラグジュアリー感を前面に打ち出しております。また災害モードにも対応しておりますので、災害時などには緊急避難誘導経路ですね、そういったものが映るような仕組みとなっております。お客様の想像によりいろいろな使い方が想像できるかと思います。可能性をとても秘めている製品ですので、使用用途を限ることなく皆様の想像にお任せしたいと思っております。